1991年にリリースしました「花から牛乳」。なぜこの曲ができたのか。チャラリー花から牛乳。2020年コロナに負けるな、うちで笑おう、ボリューム4ということで、ね、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日もね、お家にながらにしていろんなことを、共通的に感じてもらえるようなメッセージをしたいと思いますんで、よろしくお願いします。まずはこの曲から聴いてもらいましょう。違う違う、そうじゃそうじゃない、何かがずれている。補正予算がようやく成立したけど、医療を担う厚生労働省向けの予算が7270億円に対して GoTo キャンペーンに 1.7 兆円。今すぐ必要ですか。違う違う、そこじゃそこじゃない、医療従事者、事業主や学生さんたちを先に救ってよ。安倍総理は国会で昭恵夫人の外出自粛宣言。違う違う、そうじゃそうじゃない、国会で言うことじゃない。蓮舫議員も高卒がダメみたいに聞こえるぞ、そうじゃない。飲食支援も感染に補助金なんてずれてる、そうじゃない。解除された中国は早速万里の長城に2万人も押し寄せてるぞ。違う、そうじゃない、ないないの岡村も女性を舐めるなよ。違う違う、そうじゃそうじゃない、何かがずれている。違う、そうじゃない、コロナに負けるなバージョン、まあ、5月4日のバージョンで聴いていただきました。まあ、これはあの違う、そうじゃないっていうなんか世の中にある歌をインスパイアして僕なりにメッセージを、今の5月4日の気分を歌ってみました。さ あ、そういうわけでね、今日はね、花から牛乳の制作秘話なんかも後半に出てきますんで、最後までご覧いただきたいと思います。そして、カモン達夫公式チャンネルにもぜひ登録していただきたいと思うんですけれども、次に聞いてもらいますのは4月の22日に、アベノマスクがちょうどうちに到着した時に、収録いたしました。小市民コロナに負けるな編というのをまずご覧ください。アベノマスクが届いたのに早速つけてみる。小市民、食べてばっかりいるので体重日に日に増えてゆく。小市民、一日中パジャマ姿でスマホを見ている。小市民、消毒液使いすぎて手がカサカサになる。小心、料理のレパートリーも底をつき、クックパッドをとっても重宝してる。テレビで公園や商店街で密になって映像を見ると腹が立つ。ハッピーバースデーの歌を歌いながら手洗いしている小心。ヒップバースト90、ヒップバースト90、ヒップバースト90、ウエストも90、そうめんのつゆ、ざるそばのつゆ、むちゃだと思って飲み干した。小市民コロナに負けるな編でした。さあ、それではですね、いよいよ、まあ、いよいよっていうか、まあ、花から牛乳制作秘話というかね、1991年にリリースしました花から牛乳。なぜこの曲ができたのか。チャラリー
鼻から牛乳。本当にまあよく言われるんです、もうカモンさんのおかげでね、まあ、おかげというかカモンさんのせいで給食の時間みんなで鼻から牛乳を出し合いましたって、別に誰も出してくれって言うてないから、なんか鼻から牛乳出す競争しました、いやそんなんやってて言うてないからとか、あとは給食の時間にこの曲を放送部の人が流して先生に怒られましたとか、そういうエピソードもたくさんいただいておりますけども、そもそもこのやらり鼻から牛乳という旋律はバッハのトッカータとフーガというもう500年以上前パイプオルガンとかで旋律を奏でるような音楽がこの旋律なんですね。でまあ何かとあのよく、まあ、テレビの効果音とかでもなんかちょっと後ろめたい気持ちを表したりするときに使われる音楽ではあったりなんかするんですが、もう今から30年以上前に大阪で僕がやってましたラジオにアイドルの西村智美さんがゲストで来られて、なんかの拍子にチャラリー鼻から牛乳で言わはったんです。で智美ちゃん何それ、いやみんな言ってますよ子供の頃から、いや言うてないよって。彼女はね山口県の宇部出身で、後から調べたら山口県の宇部と広島県の一部で子供の頃からみんなチャラリー鼻から牛乳って地域的にすごい浸透してた言葉やったんですって。僕はそれ面白いなと思って、なんかの時にこれ、ま、歌にまとまれへんかなとずっと頭のこの辺に置いてまして、でそれからまあしばらくして僕のまあ昔からの友人の落語家の桂ジャクジャクさんの家に遊びに行きましたら、まだ当時お子さんも小さかったですね、もう今はもう30超えてますけどお子さんも、であのジャクジャクさんの奥さんが、達夫さん聞いてくれる、うちの主人ね、私が2階でね子供寝かしてる間にねそーっと下に降りてきたらね誰かに電話してやんね、おお、で私そーっと後ろに行ってね、誰に電話してんのって言ったらピッて来て、電話なんかしてないよって言って、いいやるからね意外にしてんねここや。チャラリー鼻から牛乳。まだ携帯とかスマホとか当然ない時代です。ただ家の電話の子機にリダイヤルがようやくついた時代ですわ。んでもう奥さんリダイヤルして、その後はもう三人模様の絶体絶命の瞬間を迎えて、まあそれがヒントで、あなるほどこういうちょっと男と女の修羅場とか。なんかやってはいけない一線を越えた時にこれを使おうということで、鼻から牛乳を作りました。だから一番最初の鼻から牛乳はね、もうこれも時代とともに電話とか、まあ、文明とか文化とかそういうのはどんどん進化していくので、もうこんな歌詞が、こんな歌詞でした。女と二人で僕の部屋に帰ってきたら留守番電話のランプがチカチカ点滅している誰からだろう、もしも他の女からのメッセージだとこりゃやばい、一か八かこりゃ博打だと再生ボタンピー、あ私最近全然会ってくれないのね、また電話しますピーチャラリー鼻から牛乳。これが一番最初の鼻から牛乳のスタートしたところで、そこからどんどんバージョンを変えまして、現代では、まあ、まさに携帯とか、まあ、スマホに至るところにどんどんと時代とともに鼻から牛乳は進化しておりますね、これからもますます時代とともに内容は更新を続けていくと思います。それではね、最近のライブ映像で、まあ割とここのとこよくやっている最新バージョンの鼻から牛乳ご覧ください。男と女の恋も彼女と二人でドライブだ、彼女が突然こう言った、ねえ誰か助手席に座った、チャラリー鼻から牛乳、いやシートの角度がずれてる、チャラリー鼻から牛乳、気のせいだろこの高速の領収書、何どっか行ったの、チャラリー鼻から牛乳、この間友達に車
したんだった。なんとかその場はごまかして、彼女が部屋にやってきた。ねえ、なんで歯ブラシ2本あんの？チャラリー鼻から牛乳。青いのが上の歯用でピンクのが下の歯用なんだ。ここに落ちてるこれ付け爪じゃない。チャラリー鼻から牛乳。この間俺脱皮してん。なんとかその場はごまかして、彼女と二人でベッドイン。ねえ、なんで今日は右に寝るの？チャラリー鼻から牛乳。風水。電話鳴ってるよ、出なくていいの？チャラリー鼻から牛乳。ああ切った、怪しい。ちょっと電話貸して。ねえ、あなたと一緒に斜面に移る女の子誰？チャラリー鼻から牛乳。心霊写真。地下って誰よ？チャラリー鼻から牛乳。地下にある店で働いてる友達。静かって誰？チャラリー鼻から牛乳。亀井静か。ゆかって誰？チャラリー鼻から牛乳。床を直す仕事してる友達。フローリング。ゆかは私よ。チャラリー鼻から牛乳。鼻から牛乳、鼻から牛乳、鼻から牛乳。